丸詰めたほうがいいです。どうもねんです。どうもねぐるんです。言えた今。言えた言えた言えてないよな今2年間のブランクを感じたな今。言いました。どうも丸詰めたほうがいいです。どうも丸詰めたほうがいいです。どうも丸詰めたほうがいいただの言えてないな。どうも丸詰めたほうがいいです。どうも丸詰めたほうがいいです。どうも丸詰めたほう金太郎巨人ですって言ったの今。どうも丸詰めて反応です。どうも丸詰めて反応です。どうもファイスメンテン君巨人です。キャラ変わったな。キャラ変わったな。どうも丸詰めて反応です。どうも丸詰めて反応です。どうも丸詰めて君巨人です。な、誰誰今回はね、キムと僕と電眼と3人でね、はい、お届けしていきたいと思います。はい、お願いします。人間ね、まあ、いずれ、まあ、遭難することもあると思うんですけど。遭難僕とか結構山行くじゃないですか。だから結構遭難する可能性もなくはないよ。じゃあ行かんとって。じゃあ行かんとって。いや、やっぱ自然にね帰りたいなっていう気持ちもあるから。まあ遭難時のためにね、ある検証をしたいなと思いまして、もう今回やりたい検証はですね、はい、人間の腎臓 VS 理系の蒸留器具、どっちが早く蒸留できるの。なるほど。人間の腎臓って相当すごいやな。人間に牛乳を投入したら透明な液体がおちんちんから出てくる。その人間の腎臓の能力とこの文明の力、はい、蒸留スピードどっちが変いんかっていう。なるほど。ってことは、まあ、花尾さんはなんか飲んで出すってことだよね。そうそうそう、出すってか出すまでの時間と、うん、我々は蒸留した時の時間を競うということですね。今回チーム分けなんですけど、僕が腎臓チーム、我々が蒸留チームで、これルール、牛乳を 300ml ね、これを飲むやん、うん、飲む、あるいはここに入れる。それで先に 100ml の、液体を抽出できた方が勝ち。なるほど。ちなみに俺この時のために、はいはいはい、昨日の夜から何も水飲んでません。は？マジで言ってる？出てきたおしっこがこの牛乳によるものだ。なるほど。ことを保証するために、ね、俺はこの体内の水分をできるだけ排出してきてるわけ。というわけでやっていきたいと思います。メガイタマゼマメガイタマヘパリーゼ。じゃあいきます。はい、はい、人間蒸留 VS 通常蒸留1についてよーいドドドン。じゃあ蒸留します。いただきます。まず 100ml ね、俺飲みますよ。すごい使えへんねんけど。あ、でも早くももう湯気が出てますよ。はい、じゃあ 200ml 目いきます。あ、湯気が多分ちゃんと湯気が出てるよな。そっから水蒸気がちゃんとそこに吸い取るってことはちゃんと分離はしてそうやな。沸騰してきました。トップ調布税沸騰石は購入できませんでした。何やってんだお前。まあ、それ買うために禁止してたんちゃうんけ。来て来て来てんのかこれ。やばい、これちょっとやばいんじゃない。トップ通トップ通トップ通。おおおおおおお上昇してる。おっとこいつチート技、なんと牛乳のまま行こうとしてるぞこいつ。これルール違反やな。で、運よくあそこまでたどり着いたやつだけが流れてきてる。待て待て、見て見て見て、ちょっと色薄くない。これをカルピスぐらい薄い。これをもう一回もう一回蒸留したら耐える。二段階右折ね。これでもただの牛乳。そんなことないっすって一応、そうそうそう、あの、一応こちらに移ってきた液体は水とみなされてるし、レギュレーションにおいてこの大会において実験と呼べるのかどうか怪しいよね、それやったら。いやもう安定、ほら安定的にもう透明な水出るんで今ここに。キム今何ミリ上流いった？6ぐらいですね。おお、腎臓第一杯いってこようかな。じゃあ僕あの今生物だけど上流器具なんだよ。それではただいまより上流を開始いたします。すげえ水だ。水が出てきた。なんと早くも 60ml 確保。はい、こちらチーム腎臓早くも 60ml を突破しました。あのもうなんかもう負けでいいんやけど。やっぱこれあれちゃう。牛乳ってさっきさ 100% のうちの 10% ぐらいが他のものって話で、最初バーって上がっていったのは上の膜なんだよ。表面の膜が上がってって純粋な水になったんだよ結構。だから最初の何分かは牛乳が上がっていったけど、その後は牛乳上がらへん。ずっと水蒸気が上がってるのは今水の段階なんだよ。
お前なんか腎臓早すぎひん？そんな早いっけ？でも牛乳をこしとったのか体内のいらない水を排出したっていう可能性があるから、ね、それは俺はこの後の考察で述べようと思った。あ、なんかいっぱい出てる。スピード上がったぞ。すげえ、でもだいぶ精度良くなってるぞこれ。牛乳はだよ、牛乳。牛乳から水が取れましたね、これは。今でですね、7ミリ取れてる。今13ミリやな。あ、これ来てますでしょ。ワンチャンあるで、これ。ワンチャンあるで、これ。来てますね。純粋な水を取り出せてます。だから、おしっこよりも綺麗ですね。うん。ポイント高い、そこの蒸留精度は高い。お、すげえ、20ミリリットル取ったんだ、これ。第2回、腎臓タイム。これはあくまで、チンコではありません。蛇口です。おーっと、これはいまいち記録が伸びていません。80ミリリットルです。匂いはでもね、少ないですね。なんか、すごく綺麗な。うん。家具？いやいや。あちちの血。ちょっと。とかね、冷やせてないのがね。うわーい！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 なんと怖いことでしょう。びっくりした。圧力が上昇しすぎて、上が開いたってこと？そう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 。上が開いただけ？今てかお前何ミリだ？我々ですね、現在34ですね。おお。現在我々34ミリリットルの液体にすることに成功しました。おっと、ここで腎臓からお呼びがかかりました。お前マジかよ。マジかよ。腎臓ちょっと早いわお前。て現在ですね、48ミリです。おお、現在48ミリ。きた。ここで耐えれば逆転ありますね。あるあるある、全然ある。一応ね、言ってた時のために言うと、我々現在ですね、本当にジャスト50ミリなんですよ。はい、というわけで私、なんと腎臓200ミリ突破しました。え？え？お前出しすぎやろ。出しすぎやろ。いやもう精子も一緒に出したよ。ちょっとね、結構溜まったよ。そうなんですか。ちょっと溢れるかもしれない、いっぱい出るよ。あー、いいですね。おー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 い。一気に来ましたね。はい。腎臓急激に仕事しだした。それがさっき飲んだ牛乳説なんです。確かにそれはまだありますね。でもそれはさすがに出たんじゃない？後半急激にね、分解されたと思う。それちょっと誤差考えてもさすがに100は超えてるな、うん、はい。検証結果だいたい1時間50分ぐらいで腎臓が100ミリを突破すると。なるほど、なるほど、いう結論です。現在50ミリということはもう倍時間がかかると、ちょうど我々も100ミリに到達するだろうと。そうですね。仮説を立てると我々は約3時間40分ということが今わかりました。つまり腎臓ってこれ実は指数関数なんかもしれない。こうあれね、ステップ関数なんじゃないですか。ステップ関数なんや。ここ、こう。はいはい。なるほどなるほど。腎臓ってやつですけど、膀胱とか尿意が一定以上になったらこう排出みたいな。ああ、そうかそうか。だから自分脳の尿が溜まってる感じ方はステップ関数なのかもしれない。はいはいはい。ということで、腎臓の処理能力は、約まあ2倍はあるってことね。2倍から2倍以上ことが分かりましたということで、皆さんぜひね、無人島でサバイバルなんかした時はぜひ自分の腎臓を使って水を調達すると。そうそうそう。自分 の尿が嫌って人は他人の腎臓に越してもらったり。えらいこと言ってんだよ、ほんま。